はい、今日はですね、えー、レでね、8月21日水曜日、夜中の2時2分でございます。えー、夜勤中でございます <laughs>、えーえー。実はね、給料日、これ、19日入ってたのか、本当に。ここを見るとね、支払い日がね、8月19日になってるんですけど、20日のはずなんですけどね。別に20日、祝日でも何でもないのでね、前日に、 えー、もらう言わ,れる言われもないんですけどね。えー、20日は給料日ということでね、給料明細出てましたんでね、えー、やっていこうと思います。で、今日も日が変わって、なぜ21日かというとね、えー、給料日のこと、そっから忘れてました。<laughs> 給料もらえること忘れてました。はい。まあ、あの、給料ってほどの給料でもないんでね、毎月毎月。早速見ていこうと思います。 えー、7月度ね、えー、16日出勤したんですかで、有休2日消化してね、もっと消化したかったんだけどね、えー、実はこれ160時間ということでね、えー、それに、えー、有休の16時間、2.5時間、どこにあるのか普通残時間1.5、シフト時間外0.5、どういうことよくわかんないですね。 もう毎月よくわかりません。あ、えーえー、総労働時間160.5。全く意味がわかんないですね。<laughs> まあ、どうでもいいんですけど、別に。な、う、ぜ、ん、この時間になってるのか全くわかりません。はいえー、基本給がね、えー、最低賃金をかけていただければ、計算通り出ると思います。18万九9 2 0円、19万すらありません。ね、えー、深夜定例が1万1970円。 シフト時間外133 133円 <laughs> よくわ、よくわからないです、もう別に。もうどうでもいいです、こんな会社ね。えー、通勤手当がね、電車乗ってるので、これ消えますからね。にも関係ありません。はい、いうことで、えー、葬式はどこに乗ってるのかなあその前に引かれるもんが先来るの,のかな。えー、健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険ね、あのー 小さい株式会社ですけど、代表取締役社長やってるんですけど、なぜかこれ保険を引かれてます。これ毎月売てますけどね。うん、で、ご助会費の300円も引かれてね。これも、もらったことないけども、なんか知らないけど、毎月300円と割れてます。えー、もう5年、まるまるもう経ちますんでね、年間3600円の5ですから、18000円ね、無駄に払いました。はい、いうことで、えー 質疑問がね4万円ぐらいありますからね恐ろしいことになりますよここからあ,ありましたね総支給枠ね総支給はこれは交通費を込みの総支給枠ですから課税支給額はね20万2027円ということでねこ、えー、からね工場を引くとね、えー、26なぜか26万の標準報酬月額で計算してるね、えー、とんでもない金利ですけどね 定、えー、額減税、あ所得税が今、あ、そうですね。今月も所得税はなしですね。もちろん住民税もありませんね。ね、えー。完全な非課税世帯でございます、まあ。所得税はこっちで減らされたからって言いたいんでしょうけどね。えー、17万895円がね、入ってるらしいです。うん、あの、給料日ルーティーンもやってないんでね。<laughs> 通帳記入しないんでまだ分かんないですけどね。うん、入ってるらしいです。17万895円ね。 えー、もう間もなく52歳を迎えますねえー、大卒でね資格を山ほど持っててねえー、こ,こうはならないようにね、うん、あのー、これを見てる20代30代の方ねくれぐれも言うときますね、あのー、自分を大事にしてくださいね、あのー、別にあなたが辞めても会社は回ります <laughs>、ね、自分を大抽選にね自分の人生設計をね大抽選に考えてね えー、就職転職をね、えー、その今の仕事を頑張るをね判断してくださいで40代はまだ大丈夫かな、まあ、50代以降はね我々同世代よりもね諸、えー、先輩方も含めたね、えー、我々はねもう余生をねいかに楽しむかぐらいしかねもう喜びありませんよ <laughs> も,うもう今世無理なんでね来世も虫けらないんでねもう適当にね余生を楽しみましょうということでね を解けば間違いないです。ということで、給料日ルーティーンは明日以降になります。ということでね、7月分の給料でした、えー。これを見てね、人生の励みにしてください。明日には明日がおるなーっていうね。<laughs> あの、あのーまあ、8月はもっともうちょっと悪くなって、うん。ね、あの最後の給料明細楽しみにしておいてください。ありがとうございました。